ういう悩みが多いですか？やっぱ普段聞けないクラフトの悩み。おお、クラフトとクラブ。クラブをいじったり。クラブ調整ですかね。振りやすいの。でもココちゃんクラフトとかやったことある？スイング見て球筋を見て、で振り方とか全部見たときに、あと数値見るんです。あとラフオフトライじゃないですけど、ちょっとはあります。なんかトータル的にはないかもしれない。まあ、そういうのもやると、多分もっとハマると思うんだよね。スイングいくらうまく作っても。クラブが悪かったら、いいスイングしてるのに悪いボール出るんです。そういうクラフトの楽しさもあるんで、そういうクラフトの質問してくる人も多いの。あと技術的な質問もある、あるんだけど、技術的な質問は基本私はレッスンプロでもないんで、トレーナーというか、あの体は勉強してるんで、体の使い方だったりとか、こういう体の使い方したらクラブはこうやってくるよとかっていう説明はできるんで、そういうのをQ&A にしてアップするっていう形ですかね。やってみますか。じゃあクラブのあれでいこうかな、はい、ちょうど。はい。うん。コールちゃんにもクラブをちょっと興味持ってもらいたいからね。はい。はい、あのイカおじさんからです。はい。いつも動画楽しく拝見しています。ちょっと取り消す。最近ドライバーが振れなくなり、バランスを軽くしようとどんどん軽くしていましたが、タワラー氏のドライバー調整の動画を見て。バランスを重くしてみたところ、すごく振れるようになりました。バランスが D の 1.5 から D9、D9 上げたよ。ちょっと総重量が 330g になりました。はい。球筋が安定しました。ここで質問があるのですが、アイアンもバランスを出した方が良いのでしょうか。はい。良い鉛の張り方等ありましたら教えていただけますか。来てる質問がマニアックですね。すごい。トリッキーって言っちゃうんですけど。で、アイアンはちなみに AP2、タイトリスト AP2 でバランス D2 です。やりすぎ。やりすぎだけど、視聴者も質問の仕方が分かってきてるんですよ。だから、スイングとか僕らは質問で見れないんで、あのこういう細かく書いても、最初は細かく書いてもらうんですよ。でも、これがバランスが分からないからって、あの小暮との会話の中で、そうするとバランスまで変えちゃうんですよ。答えてもらいたくて、細かく、まずね、ドライバー D9 はね、すごいですよ。D1 から D9 やりすぎだよ。だけど、結果がいいんでしょ。結果がいいと、いいんですよ、別に。相当多いのがあるんだから。ああ、そういうことね。体のところ大きさ書いてないけど、満足が誤ってて、でまあ、ドライバーはまあこれでいいでしょうということですけど、アイアンがこれ、実は逆にちょっと軽すぎなんで、だから、試しには重くしてみてください。試しにね、はい、1本ね、基礎的な、リンゴルフの人たちに対して基礎的な質問なんですけど、バランスが D1 から D9 っていうことは、はい、重く感じる部分も多分下に行くことであってます。いや、あの、まあ、違う話なんですか？グリップからヘッドの方にって、はい。まあまあ、でもそうそうですね、こうヘッドの重みをすごい感じる状態で感じやすくなってるんですね。だから、ハンマーの意みたいな感じになってなってます、すごいなってます。それ、アイアン当たんなくないですかっていう。あ、それはだからドライバーに限り、はい、ティーアップしてるんで地上にないボール、空中にあるボールだからできるんですよ、ドライバー。でもアイアンは今 D2 で悩んでるんですけど、僕はアイアン D9 は多分ダメだと思います。アイアンで D9 までもう多分そこまでいっちゃう、ちょっと重すぎだよ。やっても D5 じゃないですか。 D7 とかになると鉛の量ベタベタになるから、綺麗さもなくなるんですよね。だからこれもヘッドに重りを張った方のが、ヘッドを柔らかく使えるというか、こうヘッドの重さを感じて打てるっていう人もいるんですよ、だから逆に D0 とかヘッドに重さない方が体だけでポンッと振れるかっていう人もいるんですよ。5から7 9らしいですね。そういうアイアンって存在するんですか？ありますあります。あのグネグネアイアンみたいな。あ、それはね、またシャフトによって違うんです。違うんですか？練習ではいいよね。練習ではいい。グニャグニャ。グニャグニャ。ちなみに私もドライバーに関しては、僕 E バランスです。E の次のバランス。D の D9 ないんですけど、その上 E バラ。E バラっていうのを使ってるんで、もう私はもう完全にあの。うちの動画でも言ってるんですけど、あのシティハンターの香里ちゃんのハンマー状態っていう知らない？何トンって書いてある、鳥がよくが何かやるとボーンって出て降りてくる、あのぐらいヘッドに重さをつけて
打ちたいっていうタイプなんで、私は。意味分かった？言ってることはもちろん分かるんですけど、はい、それがどういう現象が起きるのかが分かるんだよね。そこまで勉強。重みを感じやすくなったらいいの？感じやすく。ぐにゃぐにゃの打ったことあるよ、ね、あのレッスンとかするときに。ぐにゃぐにゃそうそう。ずっと待たなきゃいけないやつですよね。待てない、待てない、待てない。行きたい。大体パターンが分かるんですよ。ああいうのの、まあ、ちょっと普通のクラブ版みたいな感じだね。ヘッドの重さを感じるっていう。普通は何なんですか？標準。標準っていうのが、あの、言っちゃうとないんですよ。人に合ったクラブを振りやすさを作るんで。でもクラブメーカーが出してる標準はありますよ、ね、はいはいはい。それが知りたいんだと。ああ、それはメーカーによって違います。そしたらへえ。メーカーによっても表記されてるんで、 D いくつのいくつ。じゃあ、例えばテーラーメイドってのは何、はい、D になったら何、はい、ヤマハだったら何、基本あります。へえ。心ちゃんには本当はこのくらいのバランスが合ってるんだけど、実際は違う感じで、お兄さんにはお兄さんのバランスがあるわけ。だからそのバランスを自分で見つけ出すと、クラフトってあの技術アップにもスコアアップにもつながるんだっていうのが分かると、多分もっとゴルフが面白いってなると思う。だって曲の言ったら、宮下さんが今のドライバーに出会って50ヤード伸びたんですよ。えっ、いや本当本当だから本当に。え、そのしかも肉体改造なしの、はい、なし。もうおじさんだから肉体改造できない。クラブで要するに飛ばし、ボールで。当初は、小暮のクリーク言っちゃっていいんだったら聞いてたから。僕のクリークより飛ばなかったんですよ。クリークがだから200、200、200。いや、もっともっと。それはもう半年前とかのことですか？いや、5年前5年前に出会ったんですよ、シャフトに。シャフトだったんですか？シャフト。小暮のクリークと同じところにいたわけ、ティーショットを打ってても。それがそのドライバーとかシャフトをあの もらったというか、買ってから、買って使えるようになってから50分見たんです。でも今ではもうドライバーの飛距離一緒ぐらいだから。今そこで追跡しますね。飛ばってドローみたいな感じ。フックみたいな感じになるんじゃないですか？ドローですね。ドロー。基本僕はでもスライサーだったんですよ、うん、こんなスライサー、最初はゴルフを始めた時でスライサーだったんですけど、それがいろいろやりながらね、あのシングルになりたいんだったらスライス9回、フック9回とか言うじゃないですか。気づかなかよく言われてる。スライスで、こうやって、でそれをスライスがあれだから、今度フックでやって球を捕まえることやって、それを9回繰り返すとシングルになれますよっていう都市伝説じゃないけど、そういうのがあったんですよ。でそれを右往左往しながら、今はちょっとこうドロー気味になったんですけど、僕はね、僕はもう本当にラウンドとかあんまりできないんで、しないんで。心ちゃんはどのくらいラウンドするの？年で80から100ぐらいですか。あ、すごいね。すごいね。体疲れない？なんかあちこちいっぱい。うちらよりも全然やってますよ。年間小暮で30いくらい、そこまでしないか。やりたくならないんですか？したいですよ。したいですけど、その少ないラウンドに心を込めてやってます。気持ちを込めて。ファンが増える。いいコメントみたいな。普段はそのキャリーさんとクラフトの、はい、そうです。試合ある時も行ってる一緒に。じゃあもうそれでもあちこちじゃないですけど、ついていって、で試合 で飛び方とか見て、もっとこうした方がドライバー飛ぶんじゃないかって言って帰ってきて改造して、シャフトもちょっともっとシャフト。そんなですよ、キャリーさんがクラフトもやっちゃうって、そんなことあるんですか？いや、だからいないと思いますよ。普通はもうプロキャディだったらプロキャディだけの人が多いと思うんですけど。へぇー。クラブも好きなんです、作るの。いや、そっか。一番、クラブが苦手なんですよ。この話が。いや、これからですよ。いや、だからすごいよく動画見てる方も、はい、前田坂頃さん、クラブに関してとんちんかんすぎでしょ、よく言われるんですけど。なんか分かんないんですよね。なんかその勉強したことがないので、勉強させてもらいたいなと。いや、全然変わりますよ。見たいですよ、ドライバーどんなの使ってて。で、振り返り、生で見ないとやっぱ分かんないですけど、なんかクラブはみたいな。今使ってるクラブね。で、打って、で、ほら、飛距離、打ってみて、飛距離どうか。で、ダメだったら、こうじゃないか。だから、すぐ決めつけじゃなくて、何通りか試して。え、その時は、
やっぱりその周りのこと考えずに気持ちよく振ってください。気持ちよく振れない振れるクラブを作るんです。まあ、僕が挑戦して、あ、気持ち悪いって言いますから。わかりますから、その。だって変えちゃうんです、クラブカスタマイズしちゃうんで、あ、これ気持ち悪いですって逆に言ってもらわないと、もっとこうがいいとか、したらこうじゃないか。でも見て、その、まあ、私すごい TP 持ちなんですけど、怖いんですよ。だから左行きやすいクラブを、左行きづらくするか、そういう左行きづらくするか、遅れやすくするかとか、そういう言い方、でも確率面変えちゃうかとか、どっちから攻めるかはそれはもう、でもやっぱりスイング変えなくても変わるもんなんですか？変わります、変わります、クラブで。はい、今動画で一番言われてるテーマの一つに右向いて打ってるがあるんだよね。だからもう嫌なんです、球がもうこういくって、こういくかプッシュでこっち行くかって決まってるから、うん、もう怖くても右向いて構えちゃってクラブで、クラブでそれをやるとかあったらかっこいいなって話になるかと思いますね。変えてちょっと調整しましょうか怖いですよ。左向いちゃうってことですよね。そう、右向いとけば左行っても、まあ、そうか、まあ、それはでもね、あれですよ、今そこちょっとゴルフの上達状況によると止まっちゃってますよね。だって永久にそれ意識してやらなきゃいけないじゃないですか、ってことはアイアンだって右向く癖もついちゃうし、あと特にスピンが左にあるときに全部無理です。もうどうやって向いていいのか、あ、それ早く言ってほしかったですね。クラブで解決できるかもっていう話。マイヤーがピンが左に来たけど、もう恐ろしい。だから要するに逆に言うと捕まえる動きはできてるんですよ。捕まえられるんで、捕まわないドライバー作ればいいです。っていうのもクラフトではありますよ。まあでも技術的にもあります。そう、だから見ないとわからないですよ、うん、そんなジャンカーさんなんですけど、多分リンゴルフを見てる人たちから見に行くとすごい新鮮な刺激があると思うんですよ。なんでぜひ見て登録して一緒に見てください。トリッキーなチャンネルですけども、はい、そう、そう、僕もずっとおすすめなの。一番おすすめだった動画、毎回なんかこう言った、ね、ボールの話は面白かったんですか？ボールのシーンね、ボールの話はなんかこう動いてたりしてるって言ってて、しかもそれもなんか時間が経つにつれて変わっていくから、叩くと変わる、ボールの芯がずれるから多分蛇行するのかな、ボールの転がりがあって、うん、小暮が言い出した、ね、叩けば叩くほど変わるっていう話を言ってて、ボールの芯なんかそんな簡単に崩れねえよって言われて、で結局はじゃあボール開発してるブリヂストンさんに聞きましょうっていう話で、うん、ブリヂストンさんに連絡して、うん、聞いて回答を出したっていう、結果も出たんですか？出てます、ね、じゃあそれは皆さん動画で見てください、はい、でおすすめは車の中でゴルフ行く途中に画質を140まで下げて通信の制限にならないようにして聞くっていうのがおすすめ。話してないから聞いてるだけでも面白い、ね、面白い。だから最近1時間から30分に変わってきたらすごい気に入らない。若干長いチャンネルなんだけれどもそれがいいっていうのは濃いめの楽しみ方なんです。うちもだから月1回ぐらい長尺チャンネルを ね、ですよね、やっていきましょう。と、はい、いうことで、ジャンマイチャンネルのご紹介で、はい、実はまだ動画はやろうと思ってて、ジャンボ亭って何なのっていうツアーと、あとは、まあ、コラボできるとしたらっていう提案をしますので、引き続きお楽しみください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。